所有12機種の夜行を一気にご覧ください。すべての時計にまんべんなく光を当てます。別々だとやりづらかったので合体させてまた光を当てます。徐々にライトを消していきます。最後に手に持っているライトの明かりを消します。12機種中8機種の夜光が光っているのが分かります。光っていないのはグランドセイコーの2本、オリエントスターの1本、G-SHOCKの1本です。G-SHOCKはデジタルなので針がないので光らないのは仕方ないと思います。パッと全体を見た感じ、ザ・シティズンの夜光が圧倒的に明るいです。明かりをつけます。光の当て方によって変わる可能性はありますが、今回の検証ではザ・シティズンが圧倒的に明るくて、その次がプレサージュでした。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。